今何をしていますか？僕は今サッカーを頑張っています。まだサッカーは続けていますか？サッカー選手にはなれましたか？今はコーチが変わって練習が厳しくなりました。厳しいといえばみおちゃん先生も厳しいです。他の先生は俺のこと怒らないのに。自慢だけど、いとこの兄ちゃんと一緒に勉強してたからみんなよりテストの点数はいいし。なのにみおちゃん先生は厳しいです。めちゃくちゃ厳しいです。クラスメイトが仲いいのは嬉しいけど、みおちゃん先生は厳しいです。今自分に厳しくしてくれる人はいますか？樺倉さん。何？何じゃありません。なんて言えばよかったですか？何ですか？はい、今は何をしてるの？ドリルです。よくできました。自主的にドリルをやってるんですね。素敵。でも今はお隣の人と一緒に考える時間ですよ。そんなのわざわざ話さなくてもわかるし。樺倉さん、お兄さんと頑張ってるものね。でもほら、浅田さんが困ってますよ。樺倉くん、ごめんなさい。この体積でしょ。うん、樺倉くんは分かった？私分からなくて。分かんないのにドリルしてたら、それこそみおちゃん先生に怒られるよ。厳しいもんね。怒りっぽいんだよ。樺倉さん、何か言いましたか？何も言ってません。レン、怒られてやんの。笑ってんじゃねえよ。はい、皆さん、この立体の体積求められたんですか？お、求められてるみたいなので聞いちゃおうかな。あー、まだです。だから、高さは場所によって違うからわからないけど、高さがずっと同じなら浅田もわかるんでしょ？うん。でも、同じじゃないよ。なるよ。ん？二つに分けてもいい？うん、そうそう。ここか。すごい、できちゃった。あ、ドリルしとく？樺倉くんは今日の放課後何かあるの？放課後？ドリル頑張って解いてたから何か用事があるのかなって。ああ、今日は習い事。習い事のためにお勉強してたの？うん、サッカー。へえー、すごい。ああ、気にしてないよ。ごめん。大丈夫。いいね、楽しそう。レンダ、おはよう。おはよう。早く運動場行こうぜ。樺倉さん、ちょっと。何？何ですか、ね。昨日そのまま帰ったでしょ。昨日は日直だったでしょ。あ、その、昨日はサッカークラブで練習があったから木下さんに黒板消しを押し付けて帰ったってこと？違う。だからその、普通に忘れてただけです。昨日、樺倉さんが忘れて帰ったことを木下さんが一人でやってたのよ。自分の仕事を人に押し付けて帰るなんて、やっていいことだと思ってるの？だから、ちょっと忘れてただけって言ったじゃん。ちょっと忘れてただけ、木下さんの前でも同じことが言える？二人でするはずの仕事なのに何もせずに帰った人が、ちょっと忘れてただけだからいいじゃんって言ってきたらどう思うの？木下さんの気持ちになって考えてみなさい。木下の気持ち。そう。
謝ってきます。そうやって自分から言えるのは素晴らしいね。まだ来てないみたいだから、見かけたら声かけに行ってくる？はい。先生、ごめんなさい。はい。次は気をつけようね。あれが初めてみおちゃん先生を怖いと思った日です。僕は長男だから大丈夫だったけど、長男だとしても、あと一回だけみおちゃん先生が怖かった日がありました。先生、さようなら。みなさん、さようなら。一田、帰ろうぜ。日直だから黒板消して帰んなきゃ。誰と？浅田。じゃあ下半分だけ消して帰りゃいいじゃん。からかさなんだからジャンプして消せるだろ。お前悪っ。じゃあそうしよう。終わった。早く帰ろうぜ。手伝ってやろうか。小袋くん、ありがとう。よし、一緒に帰る？うん。荷物持つよ。いいよ。いいから。うん。ありがとう。先生！小袋さん、おはよう。どうしたの？おはようございます。昨日さ、浅田がまたからかわれてたから荷物持って帰るの手伝ってやった。手伝ってやった？うん。樺倉さん、うん、よくない。え、上から目線でしてやったという態度はよくない。浅田さんよりあなたの方が偉いの？それは同じクラスメートよね。言い方一つでクラスメートを下に見ていると思われることもあるのよ。樺倉さんはそれでいいの？してやったとはもう二度と言いません。困ってる人を助けたことは本当に素晴らしいと思う。でも、もっと相手の気持ちに寄り添ってほしい。はい。それと、浅田さん誰にからかわれてた？一田と川原。そう。教えてくれてありがとう。ちょっと話聞いてくるね。長男だからこの2回で耐えました。ってことは長男じゃないやつは毎日みおちゃん先生のこと怖いと思います。一田とかは怖がっています。でも勘違いしないでほしいんですが、みおちゃん先生は怒りっぽいんじゃなくて厳しいし、多分優しいんだと思います。みおちゃん先生は10年経っても厳しいですか？怒られないように頑張ってください。12歳の樺倉蓮より。懐かしいな。返事書くか。10年前の自分へ。サッカーは大学でも続けています。プロリーグには入れそうにないけど毎日楽しいです。大学のコーチも厳しいって小学校で習うっけ。いやでも手紙は漢字で書いてあるしな。習ったんだろうな、小学生すげえ。厳しいです。みおちゃん先生って書くのなんかはずいな。みおちゃん先生にはたくさん迷惑もかけたけど、みおちゃん先生の言葉の意味が大人になるにつれて少しずつですがようやくわかるようになってきました。
みおちゃん先生に教わった2年間があったからこそ、物事に取り組むときには常に謙虚な気持ちを持っていたいと思うようになりました。感謝の気持ちを言葉や態度でしっかり示すことができるよう、これからも努力します。なんか先生への手紙みたいになっちゃったな。あ、みおちゃん先生は10年経っても厳しいです。22歳の川倉蓮より。